はい。えっ、ー、と、このビデオは、えっ、ー、と、自動採点ですね。Google フォームの自動採点の、え、問題を増やすということについて、え、うん。えーえー、ご説明したいと思います。この公式サイトの、えー、この質問の数を増やすですね。はい。えっ、ー、と、じゃあですね、えー、さっきの、えっ、ー、と、あ、じゃあさっきの、あの、ここから、えっ、ー、と、古いものを、えー、もう一回開いて、 そこから編集することにしたいと思います。うん。このコピーオブ、えー、自動採点テンプレートですね。はい。これを開いてみます。はい。え、これが今、編集画面ですね。で、今、えっ、ー、と、こちらに、あの、一つ、え、このスターウォーズとスタートレックではどちらがいい映画ですかというのがありますね。えー、これが、あの、これをじゃあコピーするのをやってみたいと思います。はい。まず、えっ、ー、と、コピーするのを、 これですね。えー、ここにあのコピーのマークがありますから、デュプリケートって書いてありますね。えー、これを押します。で、そうすると、えー、こういうふうにですね、あの、えっ、ー、と、同じ質問があります。これじゃあやっぱり、いやの質問として意味がないので、もうなんか適当に書いてみましょう。えっ、ー、と、どうしましょうかね。じゃあ、アーミルカンのカタカナは、 どれですかこんな感じしてみましょうか。はい。じゃあ最初は、あー見る。あ、そうだ。えっと、今ですね。ちょっとその前に。えー、じゃあここですよね。ここが正解ですから、ここは見る感じしておきましょう。はい。あー見る。かーん。じゃあここはどうしようか。サルマン、かーん。あー、間違っちゃった。かーん。 それから、えっ、ー、と、もう一人誰か、カーンいて、あ、そっか。シャー、ルック、カオーカーン。はい。もう一人、どうしようか。じゃあ、アミターブバッチャンぐらいにしておきましょうか。はい。こういうふうに、こんな感じにしておきましょう。で、えー、これ3番だと、さっき上も3番が正解だったので、あまりかっこよくないので、 え、かっこよくないっていうか、あの、3番ばっかりやって変なので、これ、ぐりぐりっとですね、こうやって、あの、動かすことができます。もう一回やりますよ。この、あの、アーミルカーン、これ正解ですよね。正解の左側のところに点が6つある、そういうものがあります。印があります。そこを押し、あの、えー、で、マウスのボタンを押したまま、これを上下に動かすと、こういうふうにこれを1番とか、他のところに動かすことができます。はい、今はじゃあ2番にして、えー、これで、 え、正解ですね。あと、えっ、ー、と、アンサーキーは、えっ、ー、と、これも、せ、あの、ここも変えた方がいいですね。えー、フィードバック。えー、フィードバックどうしましょうか。えー、じゃあ正解は2番のにしておきましょうね。はい。2番のアーミルカーンです。はい。アーミルカーン。あ、あれ、またこれっちょっと。はい。ですと。はい、いうふうにしておきましょう。 えこうやってですね、えー、あのーうん、あ、これで段ですね。段を忘れました。はい。えー、こういうふうにやるのはとても簡単で、問題を増やすのは簡単で、これで、えー、デュプリケートで増やして、でその後、この、えーあのー、正解の位置をこうやって動かすという、えーそ、それだけですね。それでどんどん問題を増やすことができますので、えー、このテンプレートを使えばとても簡単に自動採点を、えー あの、クイズとかですね、えー、作れるんじゃないかと思います。はい、えー、それでは、えー、っと、私の方からは以上です。失礼します。